では10秒前です。はい。こんばんは。こんばんは。ザ・ユーです。今月も始まりました。はい。ロックオンミュージック。はい。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今月も喋っていきましょう。はい。はい。タガさんもすでにギター抱えてますけど。はい。先月できなかったのでね。そうか。先月はそうでしたね。はい。ゲストを迎えしたらね。なんかこの1ヶ月すごい長い感じしたんですけど、そうでもないですか？あっという間ですか？あ、でもちょっと前のように感じますね。うん、私はあの映像クリエイターの、そうですね、映画監督の山城さんが遊びに来てくれてから、はい、はい、1ヶ月、うん、でもこの1ヶ月座右はライブはなかったですね。なかったですね、うん、1ヶ月空きましたね。あ、そうか、うん、ビリジアンだけ、ビリジアンやりましたね、うん、はい、旧本も終わりましたが、ああ、どうだったんですか？高尾さんは長男でしたっけ？長男です。あら、うん、じゃあもうがっつり旧本っすか？いや別に僕はないっすね。あ、そうなんだ。そうなんですね、うん、親戚のとこに行くぐらいで、先祖がいないとかさ。います。先祖がいない。一応いますよ。そんなことが。自然発生した。まあ普通に旧盆を過ごしましたね。ズナリは帰らず。まあそうですね。帰らなかったですけど、ちょっとバタバタしましたね。そっか。はい。西表時代の時は旧盆って普通にやるの？やりますよ。こっちと特に変わらず。うん、そうですね。しかも一番中心となるその家のすぐ隣が私の家だったので、うん、もうみんなパタパタしながらね、あ、忙しかった思い出がありますね。そうなんだね、はい、でも今年は帰らず。そうですね、全然お盆の時帰ってないっすね。そうか、帰るって言ったら大体年末年始ぐらい。まあそうっすね、帰ってそれぐらいか。まあそれか連休がある時に、祝日合わせていくかなみたいな。そっか、感じですね。帰ってもあれだね、あれ手伝いこれ手伝いが、ね、そうなんですよね。それが実家はね。なかなか休めないっていうね、あるんだよね、はい、草生えてるさこっちみたいな。無言の圧力が。はい、っていうのでしたけど、はい、あれでしたね、旧盆前日か、運慶前日に座右でレコーディングしましたね、うんうん、ああ、しましたあの曲を。はい、あの曲しましたね。なんていう曲でしょう、ズナリさん。はい、月ぬ会社ですね。月ぬ会社、はい、地元の民謡でございます。そうだよね、はい、西表、西表というか八重山民謡ですからね。そうですね、うん、八重山民謡をもうバチ当たり目っていうぐらい。うん、ロックバージョンにして、シューゲイザーバージョンにしてやってしまいましたね。そうですね。いやでもあのデモができたじゃないですか、今デモというか、うん、先月流 しましたね、うん、はい、あのちょっとでそれでレコーディングしてスタジオの音をちょっと少し聞いたんですけど、うん、はいはいはい、あのすごいですよ、座右節が、座右節。イントロがイントロからして。本当ですよね、本当すごい。死ぬ会社じゃないですか。何にでもとりあえずカレーかけたらカレーの味するみたいな。いや本当にいい意味でね。色染まりましたね、完璧に材料です、うん、でもなんかかっこよくできましたよね。そうですね、うんうんうん、ミックス、まあ途中のやつ聞いたけどすごかったですね、それでも、うんうん、まあ、この後ちょっと流そうかなとは思ってるんですけど、うん、はい、なんとあれなんですよね、今までアルバム3枚連続を、うん、上がり浜のスタジオグルーヴ1っていうところで、うん、はいはい、座右はレコーディングしてたんですけど、もう何年ぐらいかな、5年以上はそこでずっとやってるんですけどね、うん、なんと今回はこの1曲に関してはちょっとスタジオを変えて、うんうんうん、
両人さんのところでね、はい、そうですね、地獄車の地獄車のベースの両人さんのところで両人さんに撮ってもらって、うん、ミックスもして今してもらってる段階です ね、うん、ですね、はい、はい、ところでやってもらいましたね、はい、あのガツンとした 曲はやっぱり両人さんは、うんうん、得意分野なのかなっていう、と思いましたね、感じでしたね。確かにこれミックスは多分両人武士みたいな感じになってんじゃないですか。そうそうそう途中聞いてもそんな感じでしましたけど、うん、そうなんですよね、かっこいい。でこれあれなんですよね、座右今までアルバム何枚か出してますけど、2010年に出したミニアルバムのサンバードっていうのはこのエルソルで、うん、あのレコ、うん、あの両人さんとこのエルソルで、うんうんうん、あのレコーディングしてるので、うんうん、7、8年ぶりぐらいに再びお願いしたっていう、またこれもグッとくる話なんですよあれもいいアルバムでしたからね。そうなんですよね。いやいいですよ本当、はい、なのであれですね、あのずなりと僕はあれですね、ギターレコーディングをはい、スタジオでやったっていうのは初めてじゃないですか。ああ確かにそうですね、ちょっと宅録してきたので、ちょっと宅録でしたので、ね、自分たちのこの、うん、もうスペースでやっていくっていう、そう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 、もう独学どころの話じゃないからねやってみたっていう感じだったからね、うんうん、もう好みだけでやってたっていう、うんうんうん、結構勉強になりましたね。そうですね、うん、マイクの角度とかもね、あ話しましたね、いい感じの聞けて、うんうん、よかったっすね。確かに新鮮でしたね、うん、でドラムとベースのから最初に撮ったんですけど、うん、さらっといきましたね、何テイクかで。そう3テイク、うんうん、あ 3テイク、多分3テイクくらいなんですかね、うん、だいぶさらっといきましたね、うんうんうん、まあ、どうでした、やりやすかったっすか。やりやすかったっす、やりやすかったっすか、おいいですね、うん、これはまた後々話しますけど、これはあのクラウドファンディングで協力してくれた皆様にこうリターンでお返しするよっていう CD に収録される座右のカバー曲ですのでね、はい、これだけでしか聴けないっていうことになってますが、まあまだちょっと何完成はしてない、 100% 完成ではないので、まあちょっと流してここで流してみようじゃないかっていう、うん、マスタリングもまだ終わってないミックス段階の曲なので、そうですね、うん、デモも流して、うん、ミックスも流してっていうこの完成形にどんどん近づいていくという流し方してますから、はい、面白いっていうので、はい、ちょっとじゃあ流してみたいと思います、はい、じゃあ座右で、八重山民謡突き抜く会社のカバーを聴いてください。
一人でやってるそうです。じゃあ CM 入りましたので、はい、一応ツイキャスのマイクをやりましょう。あ、OK です。なんかずっと言ってたもんね、このソロに関して。そう、もっとグルーヴがある。あ、まあ、指が慣れてるかとかってあるんじゃない。ちょ、それはあったんですよね。ライブ慣れしてるのかしてないのかとか、なんかのめり込み方だとか。俺はもう何年も弾いてるソロだったから。アメランチかなんかの曲か、似てません？似てるとか、まんま。あ、やっぱり？そうだよ。それを当てたの。ああ、だから、あ、なんか最初、聞いたことは。でも、コピーはしたくて。なんだろう。10秒前です。はい。ああ、そっか、今すっきりしたね。はい。はい、ということで聞いていただきました、はい、月の会社でした。かっこいいっすね、結構良かったっすね、うん、うん、CM 中にこのギターソロの秘密もちょっと喋りましたけど、はい、気になった方はネットでも聞いてみてください。はい、はい、じゃあ2ヶ月ぶりにこのコーナーを行きたいと思います。はい、田川音楽講座。音楽講座田川まあ、ジングルないですけどね。ないですね。そういうこともできるわけですね。じゃあやってみましょう。一回じゃあタイトルコール。いきます。これ、後でジングルで今後使えますか。この風の音だけで言ったって言います。声は出さずに。はい、じゃあやりましょう。はい、はいはい、ですね、はい、今日は、はい、あの次のライブで、あのやりたいのをみんなあのメンバーに聞いて、うんうん、であの誰が何やりたい何やりたいって聞いて、僕はこのやりたい曲がブラックスイートクリームって曲だったんですけど、はい、そうで、ね、他の人はもう火とかね、うん、いやあれは渋いのばっかり見るのばっか、実はみんな渋いのをやりたがってたんだな。やりたがってたの。次のそのライブのね、あのイベントもグランジイベントなのに、そうそう、大丈夫なのかなって今思いながらね。全然グランジじゃない曲をやろうとしてる。大丈夫かな。でこの紹介というか、今やるのはブラックスイートクリーム。クリームです、うん、これなんすか、ぜんざいですか。スイート。あ、そうそう。そうですけどね。あの黒ごまクリームとか。黒ごま。そういう意味なのかな。ちょっと疑問に思ってたんですけどね。これはあれです。イメージとはイメージで言うと、このまあなんていうんですか。なんかこの胸に溜まったモヤモヤみたいなのだけど、うんうんうん、まあ今となっては、うん、いい思い出のような。うんうんうん、なのでちょっと甘いという、ああ、はあはあ、クリームのような。なるほどなるほど、うん、ああそんなイメージですね。ああ、でも、まあ、まさにそんな感じの曲ですねこれね、うんうん、意外と人気あるんですよね。人気あるんですね。結構人気あると思いますよ。人気ある、うん、モンゴルでも、はいはい、この曲リクエストもらってて、 で、ね、で練習してなくて僕らがそうですねできなかったんですよね。あれはできなかったね。トライしようっていう気にもならんぐらいできないっていう曲ですね。他はね、他はある程度 ね、 ちゃんとね、あの拾うことはできたんですけど、他は何でもやるけどこれだけダメです。それだけ NG 出した残念ながら。なぜこう綺麗な曲なんですよ、うんうん、そうですね。だから繊細だか ら、うん、だから例えばね、ギターソロミスったりとか、うんうん、ちょっとその辺心配が、うん、下手なことできないんですよ、うん、できないね、うん、バッキング一つにしてもね、うん、そう、あのでバッキングがちょっとどんな感じかというと、うんうん、キーはこれは確か B だったかな。合ってますか。そう、合ってます、合ってます、こんな感じで合ってます合ってますっていう、いや、まあコードです、うんうん、そうですね、うん、これちょっと、まあ、あのこの曲の特徴があって、ほう、ちょっとそれ言っておきたいんですけど、リズムが3拍子なんですね、うん、この曲、はいはい、で座右の曲に3拍子の曲って他にありますか。ないんですね。ないですよね。あ、もう意図的に3拍子を作ろうと思ってやったんです、これ、うんうん、この曲しかないんですよ。そうなんですね。そうで、しかも3拍子もちょっとあの細かく言いますと、
3拍子というのは1、2、3、1、2、3って数える、この1拍もすでに3なんですよ、うんうんうん、あの普通は1拍を 2つで分けたりするんですけど、うんうんうん、1、2、3、1、2、3、うんうん、そうするとワルツっていうリズムになるんですね、はい、ズンチャッチャーズンチャッチャーですね。でこの曲は1が3つに分かれてるんで、うん、ズンチャッチャーズンチャッチャー、ちょっと跳ねる感じ、はいはいはい、こういう感じのリズムになってるんです、はい、そう、だからもうそこからすでにあの異色感が漂ってるんですよこの曲って。であの後半乗ってくるギターソロも、うん、その3拍子で乗ってるし、うんうん、そうですね、うん、僕はこのアルバムの中で実は一番好きな曲がこれで、お昔から、うん、そうなんですね。そうです、車でかけてはハモって歌ってハモって、そうだったんですね。なんですけど実際今ベース弾いてハモろうとしたらベースがあまりにも難しくて、あ絶対むずいと思います、うん、あれ弾きながらは。そうそう、リズムちょっと難しくてね、うんうんうん、ハモれなかったんですよね。まだまだ今度はちょっとハモってみようかな次のライブではあれを弾きながら、はい、はあ、っていう、まあ、まあそういう曲なんですけど、うん、ちょっとじゃあその解説ちょっと、ほう、曲自体はまあ簡単なんですけど、うんうんうん、特徴があるとすれば、うん、1番いつも僕言うんですけど、うん、1番で落ち着くとこうどっしりくるとかっていう、はいはいはい、でまあ、反対に6番っていうのがあって、そこで落ち着くと暗くなるっていうのがあるんですよ、うん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 、この曲はそのどこにも属してなくて、うん、2番に落ち着いてるわけですよ。2番、常に2番に、ほう、2番って何かっていうとちょっと暗いんですけども、うん、明るさを残してるところ、うん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 、こうやっていくんですけど、うん、まあ、今1、2、3、4、この1、2のここですね。ああ、本当だ本当だ。でこれは5番なんですけど、で3番で2番、うん、戻ってるってことですね。でもう一回また2番から、そうですね、1番に落ち着かないんです。なるほど、だから常に浮遊してるんです。なるほどなるほど。で I don't、うん、こんな感じですね、うん、ずっと1番に落ち着かない。でサビに入っても、うん、これ B メロか。B メロ。ここはそうですね。でもここも2位ですね。うん、この展開同じなんですね。うんうん、まあこんな感じで続いて、サビに。こっからサビで。初めて。そう、ここが1番なんですね、今。サビに入ってやっと、うん、そう、しかも中途半端な3つ目で入ってる、3つ目で1番に来てる、うん、そうそう。でその後結局また4に戻っちゃうのかな、2かな、あ、4ですね。いいですか、ここですね。そうですね、そうですね。1にはまあ一瞬行くんですけど、うん、結局4に、そうですね、で止まってまた2に戻るというっていう感じの曲です、うんうんうん、だからもう浮遊感があって、はあ、でこの曲はそのずっとクリーンの音で、そうですね、やって、でどうやって盛り上げるのかなっていうのも難しいとこじゃないですか、もうディストーション踏めないから。そうですね、うんうん、その構成も素晴らしいんですよ。なるほどなるほど、うん、なるほどなるほど。そうそうそう、曲のその特徴が一番なんかシンプルで分かりやすい、でしかもクリーンの音だから、もうライブでやろうもんなら、うん、表現が難しい。そうなんですね、リズムも難しい、勢いでいけないしそうリズム感もむずいしみたいな。そうです、そうです。でものすごいテクニックに偏ってるかつそうでもない曲です。そうでもないですね、うんうん、だからもうシンプルにこの曲を表現することが難しいから、うん、僕はこの曲は常にライブでできるように、ほう、調整してた方がいいと思います。なるほど、いつでもできるように、うん、いつでもできるように。なるほど、だから僕今回はリクエストしたんですね、あえて。そうです、グランジのイベントで多分もうカートコバン大好きっ子が集う場所でそうこの甘いフレンチポップみたいなスイートなメロディーをぶちかましてやりましょ う、ね、逆グランジですね、これね。逆グランジ、逆グランジ、うん、
いやでも多分気に入ると思いますけどね。うんうん、まあ綺麗な曲ですからね。万人受けそうだし、うん、これどう聞いても邦楽には聞こえないですからね。うん、うん、そうか、そうそうそう、どっちかというともうイギリスか、うん、アメリカか、ヨーロッパな雰囲気は、まあ、そんな感じしますね、うん、これエンディングのバイオリンもこれ聞きどころというか、あそうバイオリンも入ってて、もうあそこで盛り上げてるみたいなところはありますね、うんうんうん、感動的ですよね。ですお、うん、いやそうですよ、そうですか、ありがとうございます、うん、アリアさんに弾いてもらったんですね。そうですね、そうそうそう、バイオリニストのアリアさんにね、はい、ぜひちょっとこれ、はいはい、ちょっとじゃあ聞いてみてください。流してみましょうかね、はい、これズナリ、これライブでミスらずに弾くというね超難しいですよね、これソロがこれ聞きどころでもありますかね。はい、難しい。じゃあ聞いてみましょうか。はい、なんだっけ、ブラックスイートクリーム、ブラックスイートクリーム、じゃあザ・ユーでブラックスイートクリーム。
お聞きいただきましたのは、ザ・ユーのブラックスイートクリームでした、うん、やっぱ綺麗ですね。感動的な、感動的なバイオリンソロも、バイオリンソロも入ってきて、この曲は作れない、うん、ズナリさんのライブでのソロがね、俺もこれギター中本時代、うんうんうん、私ギター弾いてる時、はいはい、もうこのギターソロ本当に苦戦しました、はいはい、難しかったんですよこれいやもう相当でしょうねそうなんですよ。いやでもすごい、もうストラト、これストラトですよね。そうですそうです、そうです。でしかもどっちもストラトなんですよね、これ。どっちもストラト、もうイレさんやっちゃったんですよね。そうそうそう、すごいな。そうなんですよ、ストラトの威力が恐ろしいなと思って威力が、うん、立憲じゃ出せないあの、うん、甘い、甘くカラッとした音っていうか、あ、立憲はもう甘い甘いっす、うん、この曲をあれですね、次のライブ、うん、9月9日、はい、グランジナイトっていうイベントでグランジやります。どこがグランジオっていう曲ですけどね何やってんねんみたいな沖縄市の、パークアベニューの中にあるスラムバーっていうライブハウスでやります、はい、ザ・ゴートっていう、はい、バンド主催で、うん、ザ・ユーとバイドリアと、これなんて読むのか俺わかんないんだけど、バンド名何ですか、虫っていう漢字が3つ、何でしょうね、上左下右下虫でも、なんだろう、なんて読むのかな、これこれも虫って読む、虫師の虫虫師アニメに虫師あるね。へえー、あ、じゃあそうなのかな、はい、うん、っていうバンド、はい、この4バンドでやります。9月9日土曜日ですね。前売り1,000円、当日1,500円プラスワンドリンクで、オープンが19時半、スタート20時でやりますので、はい、ザ・ユーのホームページなり各メンバーなりチケット絶賛受付中なので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひ来てください、はい、9日ね、はい、ということで、はい、これはザ・ユーのお知らせだったんですが、はい、つい先日、うん、私と慰霊と田川さんがまたやっている、はいはい、ビリジアンというバンド、うん、はい、レコ発やりましたね。レコ発やりましたね。レコ発ライブを浦添のグルーヴでやりました。ズナリさんも見に来てくれましたけど、はい、見に行きまし、行きました、はい、CD が出たんですよね。 CD ねえ、ビリジアンのすごいな。 CD 作るの大変でしたね、これ。大変、うんこの元永カントさんというボーカリストが、うん、まあ、な言ったらバンマスリーダー、うんうん、まあ、中心人物ですね、うん、の元で作業を進めてたんですけどね、うん、はいはい、うん、彼自体がこうあんまり仕切る、まあ、自分でも言ってるけど仕切るのはそんな俺得意じゃないよと言ってるんだけど、うん、でも曲はたくさん作ってくるっていう、うんうん、いやでも完全にあのライブでの雰囲気は握ってましたよね。もうある意味、うん、もうすごかったですもん。ずっと俺爆笑してましたもん。ずっと笑ってた、本当に。面白いですよ、ね、うん、あの人ね。あれ面白いな。あの曲とのギャップもすごいから、面白いなと思って。うん、突然、今日僕、髪切ったんですよ。言い出してね。ボサボサやないか。わかります変な人ですよね。あ、面白かったな。そのビリジアン、うん、ビリジアンはメンバーを言うと、まあ、僕が、まあ、僕もギターボーカルでやってるんですよね、はいはいはい、うん、でもう一人のギターボーカルが元永カントさん、はい、うん、でドラムに田川さん、はいはい、でベースに宮里さんっていう、うん、僕は雑さんって呼んでますが、雑さん、雑さん、グルーヴに住んでる人ですね住んでるはい、うん、がベースを弾いてて、うん、はい、うん、この4人でやってるんですが、うん、また、うん、まあ、この後曲かけますけど何とも言えないまたジャンルというか、うん、雰囲気というか、うん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 、座右とも全然違うし、うんうん、まあ、カントさん節がすごい色濃いんですけど、そうそう、うん、
でも俺が作った曲もやるんですけど、やっぱ座右とは雰囲気違う感じになりますね。トさんのあのギターテックがすごいですね。ねえ、ギターも結構弾けるからね。すごいと思いますよ、うん、センスがねえ、うん、光ってると思う。 あんなところ引っ張ってくるんだみたいなところを弾きますよね、うんうんうん、そう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 、あれは独特ですよ。そう、うん、関東さん、あの弾き語りソロでライブもよくやるんですけど、うん、あのビーチボーイズとか、ああ、はい、ビートルズの割と後期の、うん、もう実験的なやつとか曲を弾き語りでカバーしますから、あの人。そうなんですか。こんなの弾き語りでカバーするやつ見たことねえよっていう曲をやったりしますから、すごいんですよ。やっぱ違う感性を持ってるんですね、うん、全部耳コピーでやってるって言ってましたから、ね、うん、そうそうそう、ジョン・レノン愛が凄まじい、うん、うん、凄まじいんですけどね、うん、なので、あ、ビートルズなりはビートルズとか通って、そうっすね、うん、通ってますよ、うん、でも、うんうん、もう本当バンバン流れてましたよ、全然小学校の時とかも。あ、はい、だからなんていうんですかね、っていうか知らない人いるんですか。今の世代とかどうなんですかね。あ、もしかしたらね、うん、10代とか20代は、うん、でも一回なんかこう復刻版みたいなのが出た時覚えてます、うん、10年前ぐらいか。あ、うんうん、なんか出ましたね、どれのやつか、うんうん、全部のなんかこうリマスター版でバーンバーンって出て、はい、あの時にまたもう一回知らなかったこう若い人たちも聞いたんじゃないですか。ああ、うん、ビートルズ定期的にそういうやつ出してくるからね。まあ、トップアーティストって結構そんな感じですよね。うんうんうん、そうかもしれないですね、うんうんうん、でも実は俺も全アルバムをがっつり聞き込んではいない、うんうん、いないんですよね。いっぱいありますよね、うん、ビートルズいっぱい出してる。だからベスト版はがっつり聴いたかなっていう記憶はあるけど、うん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 、好きな人ものすごい好きですからね、ビートルズ、うんうん、もうこのアルバムが大好きとか、うん、ああ聴く気がする、よく言う、もうこれもうこれでいいんじゃないかみたいな、そうそうそう、他に聴かんでいいんじゃないかっていうおっさんとかもいたりするでいいんじゃないか。多分僕らが、まあ、レディオヘッドのサードアルバムとかが大好きとか、はい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 、そういう感じなんじゃないかな。そういう感覚、いやでもありますよね、まあ、どのアーティストも、うん、このアルバムがいいんだって、うん、リアルタイムっていうのはやっぱ強いっすよね。うん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 、そういうのはあると思いますね、うんうん、っていう感じのビリジアンの曲を今から聴いてもらうんですが、はい、まあ、って言ってもカントさんの曲じゃなくて私の曲をカントさんの曲長いんですよ、すごい長いんですよ、まあ、長くても別にいいんですけど、うん、今日はちょっとキュッと絞った、うん、はいはいはい、感じにしようかなと思って、はいはいはい、あのビリジアンの中で一番短い曲を、うん、私の作った曲を、はい、バタフライという曲を流そうかなと思ってます、はい、名曲、はい、名曲名曲じゃあ聴いてください、ビリジアンでバタフライ。日々は行ったり来たりの揺れる未来の変わる思いのまるで目色誰も知らないフィリーマンマイ誰も知らない音が聞こえる静寂に穴開けてこぼれ落ちたメロディーが抑えきれずに溢れ出したビートに溶けていく どうやら伝わってどうすれば収まってそうやって過ぎた日
に穴開けてこぼれ落ちたメロディーが抑えきれずに溢れ出したビートに溶けていく。ですね、今日なんかいっぱい喋ってる気もするんだけど、ま、先にこれを言おうかな。まだ40分にもらってないんで、本当だ。先にこれを言ってちょっと一安心しましょうね。この CM が開けたらですね。10秒前です。はい、じゃあ先ほどはビリジアンのバタフライを聴いていただきました。はい、はい、あの曲はリチャード・アシュクロフトっていうイギリス人がいるんですけど、はい、これはザ・バーブっていうバンドのイギリスのボーカルの人みたいな曲を作りたいなと思って、ひたすら同じコードを3コードをずっとやるっていう。あ、ずっと同じコードなんですか。そうなんです。この曲は3コードをずっとやってるっていう、歌のメロディーとこのなんていうんですか、リズムというかノリでこう疾走感を出していくっていうのにちょっとトライしてみた曲でした。なるほど、これすごいことですよ。これはそうなんです。だから今田川さんが同じバンドメンバーの田川さんが、あ、スリーコードなのっていうのがちょっと俺にとってガッツポーズだったよしっていうそう思わせない曲。そう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 、そうなんです。全然意識しなかったらね、うんうんうん、全然気づかないですね。そうなんですよね、うんうん、はい、すごいなっていう曲でした、はい、さあここで毎回恒例の PM エージェンシー、はい、ライブイベント情報を紹介したいと思います、はい、今回は11月23日、はい、木曜日、はい、祝日、はい、ライムスターライムスターライムスター桜坂セントラル公演があります、今週土曜日9月9日から一般発売が開始します。踊り狂える夜です。踊れる格好でお越しくださいということですね、うん、踊お二人ともまあ聞かなくても 100% 分かりますけど、クラブで踊ったりしますないっすね。ないっすよね。そう、ないですよね。踊る勇気がないっすね、うん、はい
座右メンバー踊りゼロでしょうね多分ね恥ずかしいけど踊りはい、ライムスターですね。11月23日桜坂セントラル公演があります。今週土曜日9月9日から一般発売が開始されるということです。はい、でもう一発、はい、10月14日土曜日ザ・コレクターズ、お、桜坂セントラル公演です。これもセントラルだな、うん、コレクターズもよく沖縄に来るイメージがありますね。デビュー30周年の武道館公演も大成功に終え、絶賛全国ツアー中のコレクターズ2年ぶりの沖縄公演も盛り上がること間違いなしです。彼らの極悪ポッドキャスト池袋交差点24時はめちゃくちゃ面白いですポッドキャストからハマって彼らの人間性や音楽にハマる人が続出しております。音楽業界も P でいっぱいです。 P とはコレクターズのポッドキャストリスナーの通称です。うん、元ミシェルガンの Q さん、あ、ドラムの、うん、や上野さん、うん、ベースですね、はいはい、ピローズの沢尾さんボーカルギター、はい、フラカンメンバーフラワーカンパニーズですね、はい、フラカンメンバーやサチモスのメンバーなど、うん、マイキョニーとまがございません。サチモスも P なんですね、じゃあ、うん、っていうことなので、うん、うん、サチモスコレクターズポッドキャスト面白いらしいです。はい、うん、ぜひ、はい、10月14日コレクターズ桜坂セントラルなので、うん、うん、すごいな、っていうことですね、うん、はい、この番組は、はい、この番組はスタジオ G と PM エージェンシーのありがたいご協力によってお送りしております。はい、はい、ありがとうございます。はい、よし、解散はい、リクエストメッセージ、お、リクエスト、え、メールが、リクエスト、メールが届いております。はい、なんて書いてある、ちょっと読んでみてください。じゃあズナリさん、はい、どうもこんばんは、毎月楽しく聴いています、うん、アルバムもほぼ毎日聴いて少し耳コピーできるようになりました。え、スキヌ会社のシューゲーズバージョンが届くのを楽しみにしています。お、サイコキャンディーさんからいただきました。あ、ありがたいですね。ありがとうございます。耳コピーできるようになりました。ほう、へえ、じゃあギターですかね。ギターなんですかね。へえ、でしかも毎月楽しく聴いてて、アルバムもほぼ毎日聴いてるっていう、ほぼっていうのがいいですよね、すごいですね、ほぼすごい、すげーありがたいですね。じゃあこのシューゲイザーバージョン、月の会社も楽しみにしてるっていうことなので、おそらくクラウドファンディングを協力してくれたという、ありがとうございます。本当に本当にモンゴルまでの道のりのいくらかはこのサイコキャンディさんの力でいけてるわけですからね。はい、うん、そうですね、足りなかったらこれ北京空港で私たち帰れって言われてました。本当ですか。サイコキャンディさん、ありがとうございます。ありがたいですね。ありがとうございます。メールが送れるとそういうことなんですね、うん、そうなんですね。私は初めて知りました。サイコキャンディさんは座右の耳コピーをしてるっていうと、うん、座右で耳コピーしやすい曲って何かな。耳コピーしにくいな、座右。しにくそうですよね、うんうん、なんかデモの時点で、うん、うん、うん、みたいな。俺だって自分でもコード何弾いてか分かってない。思い出しながらねやるか教えてくださいよって言われてもギターがないとできんってなりますからね口では言えんって、うん、あれですよね、ズナリが座右に加入するときも、うん、マンツーマンで8時間ぐらいぶっ通しで、そう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 、ね、レクチャーっていうか、とりあえず一旦輪廓を全部コピーしてきて、うん、でそれで、オーディションをするみたいな感じの目の前でこう弾いてこれで当たってますか、当たってますよね、大丈夫ですかみたいな。あ、でもそれ言ったらズナリもほぼ耳コピーしてきてたよね、まあそうですね、結構
輪行、まあでもあの時の3枚はめちゃくちゃ聴いてましたからね。輪行が最新アルバムでしたから当時がね、うん、うんうんうん、なんちゅうアルバム作ってるのかと。あ、うん、俺もなんちゅうやつ来たんだと思いましたけど、ね、ギター教えてくださいって来たらほぼ耳コピで全部できてきてるっていう。いやいや、はい、びっくりしましたけどね。懐かしい思い出ですね。深夜までそれ言ったら田川さんはあれですからね。あ、そうだよ。スタジオ来てさ、じゃあベース大丈夫っすか、ちょっとハモリ入れていいですかみたいな。ってなりました。ベース通り越してましたからね。うんうんうん、そうですね。僕はずっと聴いてただけですね。曲をじゃあもうある程度覚えてた、覚えてて頭の中でベースラインとか出してて、ああ、自分なりの。そうそう、スタジオ入った時に初めて弾いて、へえ、一緒にハモリもどうしても入れたかったから、ほう、はい、やらせてくれっつって。すごいメンバーが集まったもんですね、うん、そうね、うん、かなり変わった。だからハモリの厚みがね、うんうん、ちょいちょい俺が歌ってるぐらいだったけど、うん、そうだよね、今まではね、うん、だけど、うんうん、そこにしゅんさん乗ってきたから、こうダブルのこのハモリとかができるようになって、うん、ね、幅が広がったっていうかね。中田もハモる時ある。そう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 、全員が歌ってるのがステージ上でかっこいいんじゃないかなと思って、うんうんうん、すごいですね。いいなと思いました、ね、うん、4人がじゃあ同時に歌ってる時があるっていう。ありますね。アルフィーどころじゃないですよね。4人っつったらね。うん、直哉が歌ってるの俺それ聞いたことないんだよ、ドラム。なんか、うん、ちょっとしたものだったらいけるかもしれないって言ってたから。あ、本当に。じゃあ夜の彼方のなんかウォーとか言わないですかって言ったら、あの辺はいいかもね。そうだね、うんうんうん、みたいな感じでしてる、うんうん、そうなんだ。今度誘ってみます。じゃあやってやってっつって、うん、ぜひぜひ。行ったらやりそうだね。問答無用でもうスタジオに入ってきた時からもうスタンド立ててから置いとけばいいんじゃないですか。、うん、今日やってねーみたいな。あ、よろしくねーっつって、うんうん、ちょっと照れたら、あ、じゃあ今日叩くだけでいいからですね、マイク叩かしてね。マイク叩かす。徐々に鳴らしてってから。マイクに鳴らすってこと。やばい。、うん、めっちゃ歌唱力あったらウケるけど。誰よりもマキュリーみたいな。本当にめちゃくちゃうまかったらビビるけど。ねえ、あ、なんか俺 歌声聞いたことないから。聞いたことないから、実はうますぎて周りの反応に疲れ切ったから歌わないと。あ、もうその反応はもう疲れたよっつって。あ、ちょっと面白いかもしれないですね。うんうんうん、うん、ちょっと聞いてみよう。直哉さん、ちょっとじゃあ次、うん、そしたらもう 5人が歌い出すっていうね、うん、ゴスペラーズみたいなのができますよね。ゴスペラーズやっちゃう、うん、アカペラの曲とか作り出すかもしれない。楽器使わずに。楽器使わずに、うん、はい、はい、っていうので、そっか、もうあれですね、いつもはあの告知を、うん、告知とか PM の告知をしてエンディングだったので、うんうん、今日ちょっと時間が余ってるので、あ、30日のことも、あ、一番大事なやつ、ね、うんうん、言ってなかった、うん、そうですね、はい、じゃあズナリさん、あ、はい、9月30日土曜日、はい、宜野湾のヒューマンステージで、はい、モンゴルロシアツアーのね、モンゴルには、私たち座右と、チュラシマナビゲーターで、ロシアには、ワラバズはい、が、行ってまいりまして、でその3バンドの、最終的な、まあ、凱旋ツアーということで、はい、ギナーのヒューマンステージで9月30日に、はい、うん、ライブをさせていただきます。そうですね、はい、うん、でスタートが、はい、あ、まあ、オープンか、オープンは19時半そうですね、スタートが20時、はい、でチケットが、2000円でワンドリンク込みの込みです、はい、うん、お値段になってますので、もう2000円、はい、払っていただければもう、うん、ライブが見れて、うん、飲み物まで飲める、飲み物も飲んで、はい、これあるんですね、うん、クラウドファンディングである一定の額、そうです、うん、そうです、協力してくれた方は、そうです、無料招待、無料招待状がこれから、うん、無料招待メールが、あ、メールがこれから届きますので、お楽しみにっていうことで、はい、はいはい、まあ、もちろん一般の人も当日来て、はい、そうですね、入場料払って、
はい、見れますので、はい、で、ま、詳しくはまだ決まってないんですが、うん、その時に、ま、演奏だけじゃなくて、うん、もうこの海外フェスこんなでしたよみたいな、うん、ま、映像なのか画像なのか、うん、はいはい、しゃべりなのか、うん、で、うん、ちょっとそういう話紹介が、うん、できたらなっていう感じで考えてますので、はい、うん、ああ楽しそうですね。あんな話こんな話できるかなと、うん、もう積もる話だらけですからね。本当ですよ。モンゴル組は本当ですよ。勘弁してくれよ。ズナリさんがねタクシー運転手に喧嘩打った話とかねとかズナリがエフェクターなくなったとか、エフェクターがなくなったとか、もう俺にまつわることばっかりじゃないですかこれ。本当にもうまあまあまあいい思い出ですね。楽しかったですね。はいはい、全てまとめて、なので、9月30日ですね、はい、ぜひヒューマンステージに遊びに来てくださいということで、もうちょっと時間あるな。じゃあ雨と琴の葉は告知はないんですか？雨と琴の葉はですね、うん、完全に今決まってるのが、11月2日、うん、アウトプット、アウトプットの方、うん、2日は、うん、あの平日なんですけど祝日の前日になります。いいタイミングですね、うん、アウトプット、アウトプットです。アウトプットで、はい、アウトプットで、やりますよ。で、2人とも今ドタバタしてますよね。これ樋口、そう、樋口愛さんというですね、樋口愛さん、ちょっと今からもうドメジャーになっていくであろう、はいはい、あの素晴らしいアーティストさんもサポートアーティストもね、はいはい、あと俊樹さんとかもものすごいアーティストがあのサポートしてるんですけど、まあ、その方の、来沖ライブがありまして、ヤング大原と、うん、雨と琴の葉、はあ、で、樋口愛さんでスリーマン、そうライブが11月2日の木曜日。今気づいたんですけど木曜日ですね。そうなんですよ。だから祝日前日になりますので、うん、ラジオの日ですよね。あ、そういうこと。ちょっと中止。すいません、じゃあ、代役、マジで、はい、シャドウを立てるのでよろしくお願いします。じゃあ俺一人で喋るかもしれないです、はい、そうですね、永田さんと直哉さん連れてくるから。はい、あの人たち喋れんでしょう。じゃあビリジアン のカントさん、カントさんとかね、とパニックでしょう。来たらあと一つ、11月5日のヒューマンステージで、ヒータン、ジンという昔バンドがいたんですけども、はい、休止中なんですが、そのボーカルのヒータンが来ますので、はい、そういうのライオキライブです、はいはい、こちらもチェックしてくださいということでした、はいはい、この日は座右大丈夫かな、沖大祭、そう沖大祭ね、これも、まあはね、決まってこれから発表かなという感じなので、はい、ということなので、はい、まあ、ホームページとかでもいろいろお知らせしていこうかなと思いますので、はい、はい、じゃあ今月もありがとうございました。はい、ありがとうございました。あ、マイク入りますので。本当ですか、はい、メッセージもありがとうございました。ちょっと読み方が分からないですけど、うん、ブルガリさん、あ、ブルガリさん、あ、あ、常連さんですか。はい、常連さんです。ブルガリさんありがとうございます。ちょっと、はい、読み上げることができなかったんですけど、うん、海パンで踊り狂れる夜に参加する。レイブだと思ってるじゃないですか。行ってください。ということでありがとうございました。お疲れ様でした。